か、ちょっとご覧ください。続いてスクリーンは女子 B クラス円盤投げ決勝の結果です。1等は小室博子さん、練馬19m94でした。なお各種目3位までに入られましたが、調理発表結果発表後30分をめどに TIC の方で賞状をお渡しします。トラック競技は続いて C クラスの男子 100m 競走の決勝です。第3レーン堀川君神戸、第4レーン山口君杉並、失礼しました、少々お待ちください。失礼しました。続いてトラック競技男子 B クラス 100m 競走の第2組です。第3レーン阿部君足立、第4レーン武井君斉藤、第5レーン下本君アピルノ、第6レーン森本君高等、第7レーン石井君孔明、以上5名の出場です。1着は5レーン下本君12秒50、2着武井君13秒92、3着阿部君14秒06、4着は石井君14秒97です。向かい風 0.1m でした。スクリーン変わりまして、男子の A クラス 100m 競走。